こんにちは、オーディオの上三笠でございます。今日はですね、水についての話なんですけど、このオーディオルーム2階にありまして、水を飲むにはですね、ペットボトルの水を買ってきて、このようにですね、オーディオルームまで水を持ってきてそれを飲むか、もしくはですね、空のペットボトルなどを用意してきて、1階の浄水器から水を汲んできてこちらまで持ってきて飲むかというね、2択になっております。しかしですね、このミネラルウォーターにしても浄水の水にしても半日くらいはいいんですよ。朝汲んできて昼くらいまではいいんです。夕方も夜くらいになるとちょっとなんか鮮度落ちてるなみたいな味になってしまって、まあ、特にミネラルウォーターはですね、まあ、半分飲んで半分捨てるみたいな超もったいないことなんてできないじゃないですか。まあ、逆にですよ、浄水器なら1リットル朝汲んできて、また夕方また1リットル汲んできて、でまたついで飲んでってやれば、まあ、そこまでは問題ないんですけども、まあめんどくさいです。そんなわけで、オーディオルームでね、いつでもどこでも美味しい水が飲みたいということで、こちらですね、あ、よいしょ、こちらですね、こちら浄水器でございます。今日はこちらのレビューをしていきたいと思います。それではよろしくお願いします。よいしょ。補足なんですけども、うちはですね、常に水は浄水器の水を飲んでます。ただ今のですね、ちょうど梅雨のシーズン、夏のシーズンはですね、どうしてもちょっと軽き臭いというか水質が悪くなってしまうので、ここはちょっと妥協してですね、ミネラルウォーターを飲んだりしたりしています。まあ、なんですが、ミネラルウォーターもですね、ここ冷蔵庫がありませんので、1日経ったミネラルウォーター、ちょっとこうぬるいというか、なんかぬくいというかね、まあ、あまり美味しい感じもしないので、まあ、ここね、冷蔵庫がないんで、ミネラルウォーターこれだいたい2日か3日で1本飲み切るんですけども、まあちょっと2日目3日目あんま美味しくないよねという感じで、まあ夏だったらミネラルウォーターはとにかく封切ったらすぐ冷蔵庫入れないといけないみたいな感じだと思いますけども、ちょっとマニアックな話にはなるんですけども、まあなんかオーディオルームに冷蔵庫を置きたくないじゃないですか。冷蔵庫ってすごくうるさいんですよ。特に小型の中途半端な冷蔵庫を置いてしまうと、とにかくですね、冷えも悪いわ、めっちゃうるさいわでね、前住んでた家のですね、まあオーディオルームにしたリビングがもう冷蔵庫すぐそこだったんでね、もう冷蔵庫のブーっていう音でね、毎回毎回オーディオが邪魔される、そしてですね、お昼寝も邪魔されるみたいな感じでね、あんまり良くなかったんで、このオーディオルームはあえてですね、冷蔵庫置くような設計にはしてません。よっ。よし、はい、こちらが箱ですね。ちょっとロゴと仕様が若干書いてある感じですね。で、今回ですね、提供していただいたのがですね、アクアバーというものでございます。おっ、こしょ、はい、よし、はい、とまあ箱から出したんですけど、こんな感じですね。まず付属品が、まあトレーとですね、本体いろいろくっついてますけども、から説明していきたいと思います。一応ですね、こちらサンプル品ですので、本製品と仕様が若干異なることがあると思うんですが、大体同じだと思うのでご参考にしてください。テーブルトップ浄水器ということでですね、非常にコンパクトです。まずですね、幅が30センチ、で高さが34センチくらいかな。で、奥行きがですね、本当に小さくて、たった15センチくらいしかないです。非常にですね、コンパクトなので、まあ、キッチンの端っことかですね、ダイニングテーブルの端っことか、あとはですね、書斎のこういうテーブルとか、まあ、どこでも置けると思います。まあ、廊下とかでもね、そんなに邪魔にならないかなというサイズ感ではございます。ではですね、コンセント入れて電源入れていきましょう。ほう。まずはこれ、最初にセットアップですね。はい、というわけでセッティングをしていくんですけど、この浄水器のまず説明ですね。ここにですね、水を入れる用のタンクがついてますので、ここにマックスラインまでですね、水を入れて、浄水がこっちに溜めたりですね、このままコップなどでこのまま注いだりすることができるというものですね。きれいにした水はですね、この容器に入れて冷蔵庫に保存などしてですね、そのまま冷たい水で飲むこともできますと。
いよいよ。ごめんなさい、これ終わってなかったです。もう一回ですね、もう一回洗浄して多分これで飲めるようになると思います。はい、改めましてこちらですね、すべてのランプが点灯いたしましてセットアップ完了になりました。ここからですね、普通に使っていけるようになります。はい、というわけでとりあえずですね、普通の浄水を飲んでみたいと思います。というわけでボタンポチポチで入れられて、なんかすごいかっこいいですね。あとなんかこの辺も光ってくる感じで、というわけでちょっと飲んでみようと思います。うん、まあ水道水臭さは一切ないです。一応ですね、この浄水器2つのフィルターがあってですね、2つのカートリッジについて詳しく説明します。まず RO 複合カートリッジは理科実験室と純水装置にもある 0.0001 ミクロンのろ過膜で細菌、重金属、有機汚染物を除去します。寿命は約1年です。次に PCC 複合カートリッジですが、小さなゴミ、さらに鉄サビ、残留塩素、異臭を取り除きます。寿命は約半年です。またですね、こちら水だけではなくてですね、お湯も出せます。チャイルドロックを外してからこちらのホットモードで入れると、もうすぐにお湯が出てきます。受けたっていうの分かりますかね。もう完全に熱いです。お湯です。はい、というわけでですね、まあちょっとお湯が欲しいとか、インスタントコーヒー入れるとか、そういう時ですね、まあコップ一杯のお湯をですね、ガスとかで沸かすのすごくめんどくさいんですが、これだと本当に一瞬でコップ一杯のお湯が得られます。です、結構熱いです。まあコーヒー飲むのにちょうどいい温度かなと思います。はい、というわけでテーブルトップ浄水器ということで、プラスアルファお湯が出せるよという機能があります。でこの湯ですね、だいたい95度くらいの湯なんで、もうほぼ沸騰したお湯ですね。いや、これ一瞬でお湯出るのすごくいいと思います。朝とかですね、僕は毎日白湯を飲んでるんですけど、 IH ですね、夜間に水を入れて沸かして、それをコップに入れといてっていう作業があるんですが、これがあればですね、本当にポチッと一回ボタンを押すだけで好きな量のお湯が出せますので、もう左右伸び放題でございますね。まあコーヒーが好きな方はコーヒーでも緑茶でも何でも入れられると思うんですけども、お湯がどこでも簡単に出せるって結構便利かなと思います。はい、あとですね、細かい機能を言うと、ここのお湯なんですが、これ一発押しただけでは出ないようになってます。まあ火傷すると大変ですからね。でロックを解除してもう一回押すと出るという感じですね。まあ、なので、まあ、小さなお子さんがいてもお湯が急に出て火傷をするということはないと思います。で、もう一回押すと止まります。これ本当にすっごい熱いお湯がもう本当に一瞬で出てきますので、結構びっくりしました。かなり熱いです。しっかりお湯です。で、まあ、水の時はですね、こちら押していただくと、この LED がですね、青色に光って水が出ます。まあ、見た感じでね、すぐお湯か水がどっちが出てるのか分かるようになってるのすごく親切だなと思います。はい、こちらですね、デザイン見ての通りなんですけども、こちらの取水口がですね90度回転しますので、まあこう横向きに置いても縦向きに置いてもどっちにも対応するという感じですね。なので非常にですね、狭いスペースでも便利に使えるんじゃないかなと思います、ね、デザイン的なところを言うとですね、まあすごくコンパクトでおしゃれ、まあかっこいいですね。浄水器とは思えないくらいかっこいいです。まあ、本当にウォーターサーバーを彷彿とさせるようなですね、まあかっこいいデザインかなと思います。まあ欠点としてはですね、まあ若干ちょっとこの動作音が大きいかなという感じがするんですけど、まあ隙間時間で朝行ってトイレ行ってる間とかね、食事準備してる間とかでもうここのタンク溜めてしまえばそれでもうほとんど音はしなくなるので、まあそこだけちょっと気になる感じなんですけども、ここのオーディオルームで日常使いしていきたいなと思える感じのクオリティかなと思います。気になるお値段なんですけど、幕開けの方ではですね、だいたい 37,500 円くらい。そしてですね、
まあ、正規販売ですね。クラウドファンディングではないところで買うと大体4万7000円くらいだそうです。クラウドファンディング幕開けの URL を貼っときますので、ぜひそちらからこちらの商品チェックしてみてください。まあ、僕はですね、基本的に水かオレンジジュースかリンゴジュースくらいしか飲まないので、まあ、超健康な暮らしをしてるんですけど、ぜひですね、いい水を飲んでいい暮らしができたらいいかなと思います。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。この商品の詳細については概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認ください。それでは、あっちいな、ああ飲み頃や、はあ、いい温度ですねこれね。まあ、ちょうどね、そっち、パソコンでブログとか動画編集とかしながら、こっちでお湯を汲みつつ、白湯をちまちま飲みつつっていう感じで、僕はちょっと暮らしていきたいなと思います。